こんにちは、和田康美です。今日はね、体のリズムがダイエットの鍵っていうお話をしていきたいなと思っております。体のね、こう 内臓系ですよ。こう胃だったりとか小腸大腸とか肝臓とかね、こう体の内臓っていうのは外からは見えないので24時間ずっと動いてるんじゃないかと思われる方もいらっしゃるかと思うんですけども、そういうわけじゃないんですよ。このね、体の内臓には元気に働いてる時間と休んでる時間、休息の時間とあるんですね。なのでそれに合わせて食事をコントロールしてあげることによって簡単にダイエットすることができるんです。まず朝ごはんを食べる朝の時間っていうのは、代謝を担ってくれる肝臓とか、あと消化を助ける胃がしっかりと活動している時間帯なので、朝ごはんをしっかり食べたとしても食べたものをエネルギーに変えて消化してくれるので、ダイエット中でも朝ごはんはしっかり食べても大丈夫なんです。で、次にお昼ごはんですね。で、お昼ごはんの時っていうのは、その内臓系が一番活発に活動している時間帯なので、一番食べたものをしっかり吸収してエネルギーに変えてくれる時間帯になります。ダイエットって何が一番辛いかっていうと、やっぱり食べたいものを我慢しなきゃいけない。例えばね、焼肉が好きだったりとか、脂っこいラーメンが好きだったりとか、これカロリー高いだろうなっていうものをダイエット中は我慢しなきゃいけないと思うじゃないですか。なんですけど、そのお昼のね、一番食べたものをエネルギーに変えてくれる時間帯にそういったものを食べることによってしっかり消化してくれるので、無理なくダイエットを続けることができます。で、夜ご飯の時間帯っていうのは、食べたものの老廃物を出すために膵臓がすごく活発に動く時間帯で、その時に水分をしっかりとってあげることが大事。あ、アルコールっていうことじゃないですからね。アルコールは利尿作用があるので余計に水分出ちゃうから、アルコールじゃなくて普通に水分を取ってあげることが大切です。で、ちなみに夜っていうのは消化とか吸収に関わる内臓系が休息モードに入るので、だからね、食べたものをエネルギーに変える力がどんどん弱くなってくるんで、食べたものが蓄積されやすい、脂肪として残りやすい時間になってきます。ちなみにね、内臓系が休息モードに入る時間帯って結構早くて、だいたい6時から7時ぐらいからどんどん休んでくるんですよ。早くないですか？6時とか7時はね、まだまだこう気持ち的には全然こう活発に動いてる時間なんですけど、こう実は体の中っていうのはもう6時7時ぐらいからどんどん休みモードに入ってくるので、そういう時にね、脂っこいものとか食べちゃうとエネルギーに変わらずに体に蓄積されやすくなってしまうんですね。なので、食べたものを消化とか吸収するための内臓っていうのは常にね、24時間ずっと動いてるわけではなくって、活発に動いてる時間と休んでる時間があるので、そこをね、うまく理解した上で、じゃあ食べたいものを食べるんだったらお昼にしようとか、そういう感じで工夫してあげると無理なく楽してダイエットをすることができます。あとはやっぱりカロリーの低いお野菜っていうのは、どの時間帯でも意識してしっかり食べてあげることっていうのは大切です。ぜひ参考にしてみてください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。そして、姫ごはんの公式 LINE アットが始まりました。今だけご登録の方に DVD の限定レシピであるフラワーボックスちらし寿司弁当の作り方動画をプレゼントしております。詳しくはコメント欄にリンクを載せておきますので、ぜひぜひご登録いただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さようならー。